くんちゃん、みんな焼肉行ってから姉ちゃんとくんちゃん2人であそこで待ってたの、みんな帰ってくんの。あそこで待ってたの。ぶちょっと尻尾は元気ない気がするね。ぶ出たと下でゴロゴロしようか。おいで。その後ろチラッと見てもしゃあないよ。ねえ、ぶいい感もいいじゃん。よしよし、のんびりして待ってよ。ソファー登んな。姉ちゃんソファーでゴロゴロしよ。ちょっとぶっちゃんもおやつ食べたる？あ、でも今いいやつがないわ。今度買いに行かんといかん。ぶーのおやつ登って。ぶーくん帰ってこないよ。みんなまだ入ってこないよ。ぶそんな玄関の方見ても。そう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 、ぶんと土日のとさ平日の違いがガチでついてる系の犬なのね。ガチ、これは本当にね、嘘じゃなく。でその土日ってみんないるじゃん。そのみんないる時にお出かけされるのは嫌いなんだよ。いや本当にわかるんだよ、文太、土日と平日の違い。こうどうやって理解してるのって言われるとちょっとさ言葉に困るというか、なんかね違いがあるのね。ぶねな、ネタすぐ書いてくるよ。みんな姉ちゃんどこにも行かないよ。おいで。うちそんな外食好きじゃないから。はい、おいで。でな、そう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 、おやすみ。で、うちがどっか出かけないかめっちゃ疑り深く今チェックしてた。上に漫画取りに行こうと思っただけなのに。どこにも行かないよ姉ちゃん。怒ってる。土日なのにみんな出かけちゃったから。大丈夫大丈夫、怒んないで。笑ってぶ。笑ってって言われて笑うほど文太はね、安い男じゃないよ。よしよし。お昼にしよっか。ぶちゃん足の間で寝ちゃった。で、ブンタが寝たら上でいろいろしようと思ってたんだけど、ブンタの前左足のせいで動けん。こっちの足、ブンタうちのね足の間好きなんよ。よくすっぽり収まってる。